分かんない、それは本質じゃないです。はい、奥井の刑事長伊藤です。大体のこうちゃんです。本日はスーパーインテリ刑事上スイカ割り、イエーイ。いやあれですね、この番組はやっぱ夏らしいものに対するロケへの嫌悪感が半端ないですね。焼けるじゃん。俺は海に行きたいんだよ。スイカ割りってこう位置がわからないものをこう位置を指定するゲームじゃないですか。本質はそこだろうなと思ったんですよ。そんなことないじゃないですかね。あとね、こうなんかね、ぐるぐるされてね、わかんない、それは本質じゃないです。今から世界のどこかにスイカを設置します。そのスイカの緯度と経度をボードに書いていただきまして、え、どういうことや。距離が近い方がスイカを割ったことになります。つまりあるものの緯度と経度より近く当てたやつ勝ちゲームだな。うん。スイカ割りはどうにかクイズにしたかったんですよ。東京だと北緯35度40分で東経が139度46分みたいな感じで書くと、指定した2点の距離を求められるサイトがありますので、そこで計算しまして近い方がスイカとなります。よし、近い方がスイカになるの。スイカ割りマンになる。はい、スイカ割りが上手い人になるんですね、はい、今回のスイカはモスクワ。モスクワ、モスクワの緯度と経度を書いて近い方が勝ちです。それでは2人一斉に回答をどうぞ。ドン、目指せモスクワ。ドン、緯度49度、経度55度。緯度が北緯が 67.35 で東経が 71.1。 それ北極圏入ってない。おーちゃんのは極寒の地にモスクワが送り込まれる。まあでもね、近さだからね。モスクワはどちらかというと中央部から南にあるので、これぐらいの緯度感かな。地球の一周が4万キロなので、本当に1000キロ2000キロでもめちゃくちゃ近いんですよ。はい、そうですね。ここがね、実は分かりづらいんでちょっと損をしている。はい、1000キロ2000キロは誤差。こうちゃんのスイカとの距離2161キロです。おー、近い。結構近いね。伊沢さんのスイカとの距離は1393キロ。ガンガンの勝ちです。正解が北緯が 55.73、 統計 37.62 でございました。なるほど、ちょっと統計を見知りましたね、僕ね。ちなみにこうちゃんのとこって何ありますか。こうちゃんはロシアではある。うん、そうだろう。あれ、その北緯はロシアだ。あのロシアのあの上のギザギザしたところにあります。なんていうのここ。はい、ちょっと伊沢さんの地点が国としてはカザフスタンです。ああ、でも近くですね。うん、もうちょっとあれかな、中アジアに行っちゃったかな。カザフスタンの西側の方ですね。あ、次のスイカに参りましょう。はい、次のスイカはカイロ。カイロ、カイロ、カイロにスイカを置いたので割ってください。ね、これがね、結構キーだね。このゲーム面白いのは、さっきやったやつがヒントになりますね。オーケー。はい、オーケー、もう少しだ。オーケー。はい、はい、それでは一斉に回答オープン。オープンザカイロ。わあ、すげえ、お互い近。伊沢さんが27の29。はい、27。こうちゃんが5の9。え、そんないく。結構お互い違いますね。こうちゃんのスイカ3588キロです。あ、近い。あ、でも近いと思うけど、まあまあ、もう外しはしてない。伊沢さん、はい、402。よっしゃー。あ、でそのぐらいあるんだな。伊沢さんのスイカが割れました。これちなみにどこあたりに、これワンチャン地中海に浮いてるスイカの可能性ありますよ。これデパントの海鮮で割り忘れたスイカの可能性あります。なんで持ってってるんですか。伊沢さんの27度と29度はちょうどエジプトの真ん中あたりです。あ、じゃあもうちょいなんだ。はい、もうちょっと北東に行くとカイロがあります。コモちゃんのですね、カメルーンですね。カメルーン、そうかそうか。でもそうか、かなりあの赤道によってあのアフリカのへこんでるとこ通ってるじゃないですか。うん、そうそう、から割ろうとしたくない。まあこれでなんとなくね、ここが適当で、ね、ここがだってここもぐらいだったらここに位置するんだなみたいな、はい、だんだんとつかむ。第3スイカ、はい、ブエノスアイレス。ブエノスアイレス、アイレス、おいおい、遠いよ。ブエノスアイレスか。ブエノスアイレスにスイカを置いたので割ってきてください。整形じゃねえか。そう。あ、ヒント出していいんですか。いいでしょ、これぐらいは分かります。こうちゃんチリ選択じゃないからね。そう、俺チリ選択だからこの有意差あるよね。あ、なんだっけ、これは超大事なあれがあるわ。くそー、あー、分かんな。こんなもんかな。はい、はい、それでは第3スイカオープン。ズーン、
35、75、46、68。とりあえずお二人とも何位の整形。そうですね、まあ、それはさすがに大丈夫。これあれなんだよね、トルデシラス条約の決まりに統計でスペインの領地とポルトガルの領地を挙げるところがあって、それを覚えてればね、ある程度ブラジル国境の経度が分かったから、それを知ってればすごい大きかったなと思うんだけど、思い出せなかった。そんなことを考えましたかって。トルデシラス条約ね、確かに重要ですから、ね、あと東京の堆積点が大体こう南米のこう大西洋岸の沖になるので、それから計算してちょっとズレを出して、ベノサイレス南米のパリと呼ばれてるんですね、うん、まあ、気候的にもそこそこパリに近いって、あったかいですね。それではじゃあ今回は伊沢さんから発表しますね。はい、あ、間違えたっぽい。伊沢さん1519キロです。おお、近でもこれもっと近いかもしれない。こうちゃん1577。うわ残念。ギリ残念。いいとこじゃん。でも伊沢さんがチリ沖、チリ沖こっち来ちゃった。はい、ちょっと経度が、緯度が本当に34度、 34.6 なので、ああ緯度か、緯度完全にほぼ完全に合ってるんですよ。はい、まあそれはあれですね、気候から出してるから、ね、はい、で経度が58度ですね。58なんだ、もう思ったよりこっちだった。なので西だった。こうちゃんの方が整形は近かったんですけれども、つい50キロの差が50キロ100キロということすごいね、おばさんになるのすごいな、すごいですね。このゲームそんなことになるの。よかった、ね、なんか最初全然こつかえなかったら、その勝負の息まで達してよかった。いや、すごいですよ。これでシアス条約が整形46度37分で決めたそうです。なるほど、じゃあそれなら58だね。トルデシラス条約覚えてれば。その井戸まで覚える人マジいないって。ない、マジでマジでいない、本当に誰もいない。勝者伊沢拓司。勝訴。何に訴えたんですか。世間から。世間に、まあ伊沢さんは強くということを世間に強く訴えたね。ああ思ったよりできたね。ね、ミスしまいました。はい、我々にできないゲームなんで、はい、リズムゲームってありますね。リズムゲームダメですね。今度やる。いや、できますよ。え、リズムゲームで、だからもうなんか正規当ててくる。アメリカ、どういうことや。アメリカって言われて、なんか135とか言ってくるみたいなね。どういうゲームどういうゲームアメリカ。どこを取ったの。いいゲームになりますね。うん、はい、こうちゃんはね、全然合ってたからね、はい、なんなら俺じゃなかったら全然戦えるレベルの数値いっぱい出したんで、相手が悪かった。そうだな、地位は思考力ですからね。そうです、いろんな能力っていうか、いろんな知識をこういっぱい引っ張ってきて、その想像力で当てるゲームみたいなところがありますからね、うん、はい、ということで今回はね、井戸経度当て、なんだっけ、スイカ割りだな。スイカ割り、まあ、スイカ割りやったんです。全然スイカじゃねえだろというスイカ割りをやりましたけどね。いつか海にもちゃんと代わりに行ってクイズをしたいなと僕は思っております。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンのフォロー、ツイッターもよろしくっす。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。